嬉しいのはもちろん患者さんがもう笑顔でありがとうって言ってくれる言葉を日々勉強が勝手に勉強してるんですけど、患者さんとまあそういう理学療法、まあ、リハビリをしていて、やはりうまくいった時、まあ、喜んでもらえる時、もしくは無事に退院できた時とか、そういったもろもろですね。自分が勉強して、まあ、これかなって思ったことを、まあ、アプローチ者として、それがまあ患者さんにとって合ってる、まあ、アプローチやって、それで良くなったりしたら、やっぱり嬉しいなっていうふうにはすごい思いますね。患者さんがですね、先生が担当してくれてよかったって言って退院してくださると、やっぱりこのまだ1年半という短い期間ですけど、やっぱりこうちょっと少しでも、まあ、患者さんの役に立てたのかなって思う時が一番、やっててよかったなって。担当した患者さんが、まあ、元気に、まあ、自宅に帰っていかれるということが一つなんですけども、まあ、その後も、まあ、顔を出して、まあ、元気にやってますよっていうのが、まあ、一番嬉しいです。